今まで自分が持っている価値観を持って、そしてつけてきた知識を持って、何かのことに対して思いっきり取り組んでいくとね、死ぬ気で取り組んでいくとどうなるかって分からなくなるんですよ。それでもなおかつやり続けていると、ある時突然ねパッと、あ、そうかっていう時が来るんです。ペンネームメロディーさん、50代の女性からいただいたお悩みです。タイ豪商様こんにちは。毎日のように動画を拝見し、日々の活力や気づきをいただいています。いつもありがとうございます。さて、先日私は50歳の誕生日を迎えました。半世紀生かされてきたことに対しての感謝を感じ、また母に産んでくれたことへの感謝を伝えました。その2日後、思いがけないことが起きました。危険運転に巻き込まれた交通事故です。幸い、かすり傷程度で済み、生かされていることに感謝の日々です。事故が起きた瞬間、スピンしてブレーキが効かなかった瞬間、ガードレールに激突した瞬間、そして自分が生きていることを確認した瞬間、家族や知人たちと再会した瞬間、私は生きてるぞ、と叫びたい気持ちでした。そして私の内面は劇的な変化を遂げました。一度死んだと思ったら、もう何も怖いものがなくなったのです。細かいことはどうでもよくなり、今自分に与えられているすべてのものに対しての感謝で心の中が満たされています。いつ死んでも後悔しないような人生を目指してきましたが、一度死んだかもしれないという体験をして、まだまだ自分にはできることがたくさんある、やるべきことがたくさんあると感じました。この体験を生かし、自分という存在を多くの人に役立てていこうと思いました。大いなる力によって生かされている小さな存在である自分ですが、命の力を燃やして死ぬまで精一杯生きていこうと思います。タイ豪商様、いつも本当にありがとうございます。これからも多くの人々が幸せで悟りの光に触れられますように。禅の言葉に大志大活というものがあります。大志というのは大きく死ぬと書きます。大活というのは大きく生きると書きます。この大志というのは、大きく死ぬというのは、本当に肉体がその活動を停止して死を迎えるという意味ではなくて、それまでの自分の価値観、世間の常識、自分が囚われていた物々、人々、ことごとに対する執着、そういったものが全てそれを捨て切ってしまった、これが大志という境地です。そして大活というのが、これまでの自分が身につけてきた知識とか、そのさまざまな育ちの過程で培ってきた価値観とか、ものの見方とかというものが完全に大死をして死んでしまって、亡くなってしまって、そして本当にこう全く違った知恵の目で物事が見えるようになる、それが大活で、今回ね、このメロディーさんのお手紙というのは、悩み事ではなくて、まあ、ありがとうございましたという、一問一答の番組の配信に対してのお礼の お手紙だったわけですけれども、これがメロディーさん自身がこの交通事故にあって、もう本当に自分は死んでたかもしれないというような交通事故にあって、
それでも本当に大事に至らずにですね、大きな事故であったにもかかわらず、本当に体がもう傷がほとんどないというような状態でね、生き残った、ああ私は生きてるっていう、このひょっとしたら死んでたかもしれないっていうのはものすごい体験をなさったわけですね。でね、この実はこういうふうにして人生のそれまでの自分の価値観というものが180度変わってですね、全く新しくこう世間の見え方が変わってしまったというような、人生のターニングポイントになるようなね、経験をなさった方というのはメロディーさんに限らずね、いろいろあるわけです。で、例えば本当に、世の中でね、ものすごく突出した何かの成果を上げられている人とか、企業の社長さんなんかでもそうですけども、もう自分が生きるか死ぬかというような体験をなさった方々ですね、あるいは病気とか事故とか、あるいは災害とか、いろいろなことがきっかけで自分の命がもうこれでも、もう自分は死んだと思うような体験から、その後の人生が180度転換していった、でこのようなね経験をなさる方っていうのがあるわけですね。でそうすると、皆さん口々におっしゃるのは、メロディーさんがまさにおっしゃったように、なんだかわかんないけども、その体験をした後にですね、今まで自分がこだわっていた小さなこだわりとか、今まで自分がこれが正しいとか、これが大事だと思ってたような、そしてあるいはこれが嫌だと思ってたような、そういった物事の見え方そのものがもう全部根底から覆ってしまった。でこのようなね体験を、心境を語ってくださる方っていうのはいるわけですね。で人間というのは本当に面白いもので、私たちは知らず知らずのうちに、多くの人が見るものを同じように見て、多くの人が聞くようなことを同じように聞いて、同じようなテレビを見て、同じようなニュースを見て、同じような映画を見て、同じような生活をしていると、やはりその環境、そして生活の中で触れる情報とかによって価値観が同じようになってきたり、まあ、固まってきたりするわけですね。でこれにですね、何か一つのきっかけが外部から訪れることによって、ガーンと自分のこう価値観が転換していくっていうようなことが起きたりするんですね。で大概こういう経験をなさった後、もう本当に今まで自分がこだわってたことがものすごいちっぽけなことに思えたり、自分がくよくよしてたことがものすごいもうしょうもないことに思えたり、でもっとね、そのことをきっかけとして、今までと何も生活が変わるわけじゃないんですよ、急にね。で今までと何も自分が会う人が変わるわけじゃない、住んでる場所が変わるわけじゃない、やってることが変わるわけじゃないのに、自分の内側で大きなパラダイムシフトが起きることによってですね、今まで見てた風景というものが全く違って見えてくるんです。ものすごく新鮮に見えてくるんです。でそんな体験を今回メロディーさんはなさったんだろうなと思います。実は私もこれまで救急車に何度も乗ってるんですけれども、実はアナフィラキシーショックという、薬ですね、抗生物質を飲んだことによって最初起きたんですけども、薬に対してのアナフィラキシーショックで、救急車にこれまで3度乗りました。で最初はインフルエンザに対しての薬を処方されて、それを飲んだ途端にもう体の
からもう穴という穴からね、汗が出てまた嘔吐して、汚い話で申し訳ないんですけども、ものすごいこう下からも上からも、もう全部体の中のものが出てですね、それで手に力が入らなくなって、足に力が入らなくなってっていうんで、もうこれでもう自分はダメだと思うような経験をしました。で、急いでね、誰かにこの状況を知らせなきゃと思って、インフルエンザで私も布団で寝てて、薬飲むためにちょっとだけ食べ物を口の中に入れてね、そしてそれで薬を飲んだ瞬間にそうなったもんですから、自分で布団のところから這い出して何とかして、これはまずいと本能的に思うわけですね。これはおかしいと、ちょっと普通の状況じゃないっていうんで、インフルエンザで少し隔離された部屋に寝てたもんですから、急いでこれはもうダメだと、救急車呼んでほしいって言うんで人に知らせようとするんですけども、声が出ない、そして体が思うように動かないわけですよね。で、たまたま虫の知らせか、そのような私の状況を案じて、何が起きたかわからないんですけども、偶然私の様子を見に来てくれた家族が、その私が這いつくばって布団から出てですね、みんなのいるところに行こうとする、その途中に何となく虫の知らせで家族がそれを私の様子を見に来てくれたっていうのと、たまたまそこで救われてですね、救急車を呼んでもらって、で病院に運んでいただいたんですけども、でもう本当にね、もう体中が苦しくって苦しくって、呼吸もなんか思うようにできない、で手足に力が入らない、それで救急救命士さんがね、目の前でこうやって指を出して、見えますか見えますか、これ何本ですかって指とかをこうやって出すんですけど、分かってます、2本って分かってますから、お願いですから静かにしててもらえませんかっていうぐらい、なんかこう全部会話も聞こえてるんですよ、声も聞こえてる、だけどもそれに対しても答えることが億劫で、お願いですから静かにしてもらえませんでしょうか、ありがとうございます、心配していただいて、もう2本です、指2本ですって、分かってるんだけど答えたくない、答えられない、声にならないっていう状態で、で病院にいざ着いてからもね、もう全身自分の体から出た汗が今度冷えて、もう寒くて寒くて仕方がないっていう状態から、今度それを超えていったらですね、なんかスーッてこう体が楽になって、ものすごい眠い状態になって、もう私の名前を呼んでね、看護婦さんがもうほっぺた叩いたり胸叩いたりして、私がですね、スーッと、もう本当にありがとうございました、皆さんね、迷惑かけて悪かったですね、でも本当にありがとうございました、私ゆっくり寝たいんだと、でずっと寝ようとするとね、パンパンパンとほっぺた叩いたり胸叩いたりしてね、しっかりしてくださいって言って看護婦さんが起こしてくださるんですけど、ありがとうございました、本当にもう私これでゆっくり寝たいんです、お願いだから休ませてくださいっていうような感じで、ふーっと眠くなってね、でただその時にね、しまったな、お寺の人たちとか家族の人たちに何にも言わないで出てきてしまった、でせめて最後、いやありがとうねって、あとお願いねっていうご挨拶も何にもせずに来たってことだけが心に引っかかってて、でふっと見たら私の家族とね、それからお弟子さんが上から覗き込んでて、でああよかったって思ったんですけど、後から聞いてね、聞いたらもうほんと心肺停止の寸前まで行っていたと、こう脈がねどん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 こう落ちていって、脈拍が落ちていってね、でそういう状況になっていって、もう一歩間違えたら、世に行ってたかもしれないというようなことがあってですね、それが1回だけじゃなくて、実はそんなことが2回3回と続いて、でもう次ね、ああいうアナフィラキシーショックって何回もやっていくとどんどん症状がひどくなるって、言われててですね、もう次やったらおしまいだよっていうふうにして言われてるぐらいのことが実はあったんですよ。で本当にその前からね、私も自分が坊さんになるって決めたら、ずっと今まで人様のお亡くなりになる最後に立ち会ってきたわけですから、自分が死ぬことは怖くないんですよ。で自分が死ぬことは怖くないんですけど、改めてね、そんなようなことを体験した時に、もう何でしょうね、もう自分は死ぬんだと、これは当たり前に分かってることなんですよ。ところが明日まだあるやと思って生きてるのと、
そういう実際に自分が体験をした後と、これやっぱりね、全然物事の見え方って変わってくるんですね。ですから本当はよくこうね、私もこう YouTube でいろいろやってると、YouTuber のお坊さんとか言われて、でいろいろとこう、なんとなくいろんなことを一生懸命やればやるほど派手にやってるように見えたりとかね、なんかこう有名になりたいんでしょうとかね、お金儲かっていいですねとかね、いろんなこと言う人いるんですよ。だけどね、本当にこの自分が死ぬかもしれないという思いを体験をした後に、もうなんか そんなことじゃないんですよ。私が生きてるうちに、命あるうちになすべきことがあるんだ、それをやっぱりやっておかなければいけないっていう、その思いの方が強いので、お金のことももちろんありましょうね。やっぱり生きていくにお金は必要ですから。でそれももちろん頭の中での計算もありますし、いろんなことがありますよ、ありますけどね、そんなことはさほど重要じゃない。それよりもやっぱり私が今なすべきこととか、やらなければいけないことということですね。やらなければいけないことがあるんだったら、それをやらなければいけない。謝っておかなければいけない人があるんだったら、それはやっぱ謝っておかなければいけない。これはこういうことをところへ行ってみたいと思うことがあるんだ、そこはやっぱ行かなければいけない。でもこれをね、先送りしてたら、あ、これはもう死んでからはできないんだっていうことを、理屈じゃなくて頭でなくて、やっぱり体で感じる。でそのような体験をすると、本当に物事の見え方が変わるわけですよ。でだから本当にメロディーさんの今回の今のね、心境っていうのは、私本当に私もそういうことを自分の体で体験をしたので、本当本当そう、その通りその通りっていう感じに思えるんですよね、今ね。だから、本当メロディーさん、本当命が助かってよかったねって言うんじゃなくて、まあ、それだけじゃなくてね、そういうふうに一回死んでよかったねって思うわけです。一回死んでもう一度自分が新しい命を、全く違った新鮮な感覚で生きることができるっていうのは、体験をなさったことっていうのがものすごいなと思うわけですね。でね、ここまで今の私の話を聞いたり、メロディーさんの体験を聞いて、ひょっとしたらこの今動画を見てらっしゃる方々の中には、いや私もね、やっぱりそんなような体験をして、この日々自分が見ているつまらない世界の見え方を変えてみたいもんだと思う人がいるかもしれませんけども、じゃあそれを、そのような心境になる、そのような状況に自分の心の内側がなるっていうためには、その命を脅かされるような出来事が起きないとそうなれないのかって言ったら、実はそうじゃないんです。それがもう本当にお釈迦様のおっしゃる通りね、過去の先人の偉大なる先輩方が教えてきた通り、そしてまた日本の中で武士たちがかつてね残してきた言葉のように、一生懸命今目の前にあることに一生懸命、つまりそのことに命を懸けて、もう死んだつもりでやる。実は何も交通事故にあったり、そういう天災災害に巻き込まれたり、あるいは死ぬかもしれないと思うような病気に自分が何もかからなくてもね、自分がもう明日はないというようなつもりで、本当にどんなことであってもいいんです。お茶汲みであっても、コピーを取ることであっても、靴を揃えることであってもいいし、掃除をすることであってもいいし、名刺を配ってくることであってもいい。とにかくもう明日死ぬんだというぐらいのつもりで、命を懸けて一つのことに取り組んでみるということを続けていくと、そこにね、何が起きるかって言ったら、大事が起きるんです。もうそこに
なんか好きとか嫌いとか暑いとか寒いとか面倒くさいとか面倒くさくないとか、これをやってて楽しいとか楽しくないとか、恥ずかしいとか恥ずかしくないとか、そんなことのレベルというのを自分の中での自分の小さな壁っていうものがボコボコ壊されていくんですね。そして大死という状態が訪れるんです。そしてそれでもひたすら続けていくと、今度何が起きるかっていうとね、ある時はって見てる物事が全く違って見えてくる。ずっと悩み続けてきたことがはって全く違った角度から見えてくる。そこに大活ということが起きてくるんです。だから本当に私は、もし何かしら自分の人生を変えていくヒントを求めている人がいるのであれば、そこには大きく2つのきっかけがあるだろうと。一つは自分の命を脅かされるぐらいの大きな出来事が外部から起こって、そしてその出来事をきっかけに自分の見え方が変わっていく。そしてもう一つは、自分が今目の前に置いてやらなければいけないこと、なすべきことを命をかけて、それに対して一回死ぬ気で、人生の中でね、一回もうこれ以上できないっていうぐらい、別にそれをやらされてるからっていうんではなくて、完全に自分の意思で、それが好きとか嫌いとか面白いとか面白くないとか面倒くさいとか経験があるとかないとか、そういうこと全部置いといて、とにかく命がけて今目の前にあること一回やってみって、でそれをやり続けていく。何のためにこれをやるんだとか、 そんな思考が頭の中に浮かんでくるっていううちはやっぱり命がけではないですよね。でもそれをやり続けていくと、そこに不思議とね、何か一つ問題意識を持ってそれをやっていくとね、必ずそこで行き詰まるんですよ。面白いもんで、人間でね、何か一つのことを徹底的に考えていくと分からなくなるんです。徹底的に考えていくと分かるんじゃないんですよ、分からなくなるんです。今も自分が持っている枠組みを持って、今まで自分が持っている価値観を持って、そしてつけてきた知識を持って、何かのことに対して思いっきり取り組んでいくとね、死ぬ気で取り組んでいくとどうなるかって分からなくなるんですよ。ってこんなに一生懸命やってるのって全然分からなくなるんですよ。そこに全然解決が見えなくなるんです。でその解決が見えなくなるという状態になってもなおやっていると、そこにね、大いなる、開き直りが起こると言いますか、どうしたらいいのっていう状態を受けて、それでもなおかつやり続けていると、ある時突然ね、向こうから来ると言いましょうか、自分から見えてくると言いましょうか、なんかパッと、あ、そうかっていう時が来るんです。だけれども、これを徹底的に自分を捨ててやり続けないと、この状態というのが訪れないんです。だからとにかくね、これはじゃあいつのタイミング、どれぐらいの期間やったら何ヶ月ぐらいで起きるんですか、それはね、もう本当わからないんです。だけどもとにかくね、自分が一生懸命取り組めば取り組むほどわからなくなるという状態になるところまで、一生懸命狂ったように自分の問題意識に対して一生懸命やってみるとか、物事に取り組んでみるってことをただひたすら続けていくんですね。するとそこに大活という境地が訪れ、なんかどうでもよくなっていく。でふっとなんか解決が見えたわけじゃないんだけれども、もうなんかなすすべがなくなる。でその瞬間にね、大死ということを経て大活が訪れてくるんです。だから本当にこう、昔はお坊さんの昔の話を読んでて、悟りを得た人の話を読んでいくとね、なんかずっともう分からなくて苦しくてっていう時に、ある時ポーンとボーンとお寺の鐘が鳴った瞬間に、その鐘を聞いて悟りを開いたお坊さんとか、私の言うこの福厳寺の第
2代目の住職さんに月仙さんという方があるんですけども、月仙和尚様という方はね、あのふっと夜あの池の水面に映った月の光、月が月に水面に夜映し出された、それを見た瞬間に水に映った月の光を見て悟りを開かれたというふうにして、それでこう、まあ、月の泉と書いて月仙和尚様っていうんですけど、そういうお名前があのついてたりなさるんですけど、たかが水に映った月を見た、でなんか鳴っている鐘が聞いた、でもなんかその瞬間にハッって今まで見えなかったものが見えてくるっていう境地が訪れたりするんです。ですからどうかね、あの今回メロディーさん本当に素敵なお手紙をくださいました、ありがとうございます。でぜひあのこの動画を今回見て、る方々にですね、もしねそんなようなことを、自分も何か人生を変えたい、なんかこのつまらない世の中が面白く見えるようになったらっていう行き詰まりを感じてらっしゃる方があるとしたらね、もちろん今までもあなたも一生懸命生きてこられたと思うんですよ。だけどね、もう一度一切の自分のわがままとか、それから一切の自分のなんか文句とかなんか言い訳とかそういうものを捨てて、何であってもいいんですよ。とにかくね、一生懸命一言に命を懸ける、自分のこれまでの人生の中でやったこともないぐらいの取り組み方でそのことに取り組んでみていただきたいんですよ。そうするとね、本当に面白いもので、そこに大志という状態が訪れ、後にそこから転じて大活という心境になってくると思います。人生は面白いですよ、人生は面白いですよ。本当に自分の心の内側の在り方によって、同じ世界に同じ時代に同じように生きているようでいて、全く物事の見え方が違う人たちがいるんだってことが分かるようになります。世の中が悪いんじゃない、周りが悪いんじゃない、自分の心の内側が曇ってたんだって、自分の心の内側が歪んでたんだってことに気づくようになります。どうぞ大志大活ということ、そんな世界は自分の外側にあるわけじゃなくて内側にあるんだと、そしてその自分の内側の大志と大活、正反対の世界ですねけれども、このような自分の中での内側に大変革が起きる、その変革の鍵は誰でもない自分が握っている。一生懸命ただひたすらに何かしら自分の引っかかる問題に取り組んだり、自分の中に問いを立ててね、人生でこれまでこんなに死ぬ気でやったことはないっていうぐらい何かの一つに一言に取り組んでみる、そこから自分の人生が大きく変わっていく、誰が変わったわけじゃない、自分自身の内側が変わっていく、そのような体験をなさることと思います。メロディさん本当にすごい体験をなさいましたね。でもどうぞ次回からは本当にね、またそんなような交通事故に遭うことがないようにね、ぜひ心の内側を、今の心境を今度は保ちながら大いに余生にチャレンジをなさってください。応援してます。目標達成するぞ、目標達成するぞ、絶対悟りを開くぞ、悟りを開くぞ、行動力を上げるぞ、行動力を上げるぞ、毎日1000回唱えなさいって言って行動力上がる方は上がらないんです。絶対に上がりません。その答えは、その行動を妨げているものがあるからなんです。